てつやくん、いつもありがとう。どういたしまして。いやー、なんでだよ。ついに僕の番ですか。やってまいりましたね。今回不本意ながらてつやくんに何かをプレゼント。なんでか。ありがとうがないと。むずいよね。むずかったことない。てつやむずい。これ僕見直してみたんだよ。今回てつやのやつものを選ぶのだって、はいはい、第1回とどんなやつだかなと思ったらさ、僕600円くらいのものあげてたの。確かにね。そういう企画だったんだと思って最初。あ、それでいいんだ全然。うわ、12万円くらい飲むかと思って。なんで。なんで。全部お前のせいだろうが。実際俺今回高いものじゃないし、逆にそういうのは自分で買いたいっていう気持ちもあるし、はい、全然高くなくてもいいっていう気持ちも込めてね、今回一応あの財布持ってきまして、はい、一応ちゃんと40万ぐらいあります、ね、おーブランドものをもらう気満々じゃねえかよ。値段で買うつもりやん。いや本当に気に入ったものを買おうかな。うん、うん、なるほど。じゃあ早速見せていただいてもよろしいでしょうか。はいはい、量にしようかな。おー、彼にとってハイブランドではないとは。りょうくんハイブランドじゃないものは知ってるのかね。いや全然ハイブランド来てないから。いや好きやの牛丼とか置くんじゃない。それは買うわ。買っちゃうみたいな。僕が持ってきたものこちらです。なんだこれは。え、変わったデザインのニット帽。おお、意味ないんです。せつやめっちゃ意味ないの好きなんですよ。あ、そういうことこれ。あ、はいはいはい、はい、意味ないんすよ。マジで意味ないです。一回かぶってみていいですか。はい、これダサいんで今哲也この髪型してて。確かに。こうすることによって、おお、普通におしゃれ。主人公ってゴーグルつけがちだもん、うん、このゴーグルバージョンも、うん、こっちがそれはね、いらない試したので、CB カンパニーのデザイナーもこれは計算してないんで。これに次第でも変わってきますよ。見える。いや、今フィルム、ああ、見える見える。フィルム撮ったら全然いける。演奏にもなる。おいいじゃん。動画にすんなよ。めちゃくちゃキモいぞお前。髪の毛と目を同時に隠せるのはでかい。お値段が1万円です。おお、いい値段しますね。いい値段ですな、本当に。どう1万円か。高いね。うん、これ素晴らしいです。やったー。あー、なるほどね。いや、楽しみだな、この。いやー、そうでしょ。すげー楽しみ、しぶりだ。じゃあ、ミスさんかな。結構分析してそうなんでね。最近、てつやが部屋にめっちゃ飾ってあるの知ってます？ドラゴン？そう、ドラゴンボールのフィギュア、はいはいはい、で、そう、そのドラゴンボールのフィギュアをいっぱい飾ってあるんですけど、うん、男キャラしかないじゃないですか。おうおう、だからちょっとやっぱり可愛い女の子のキャラを置いてあったらディスプレイとして完成するんじゃないか。なるほどね。パンちゃんって言いましたね。おうおう、はい、ドラゴンボール、パン、フィギュアって調べたんですよ。おう、というわけでじゃあ持ってきます。え、俺結構好きよパンいいよね。パンいい、パンちゃんいいよね。パンちゃんいや、僕が買ってきたフィギュアこちらでございます。パンちゃんいいよ。ええちょっと待って。嫌な顔されながらおパンツ見せてもらいたいフィギュアでございます。パンちゃん、ね、パンちゃん意味が違う。パンちゃんのフィギュアがなかったんですよ、簡単に言うと。ういや、じゃあ違うキャラにしよっかなと思いながら、いやでもしかしたらあるかもしれないのでちょっと下の方から探したんですよ。そしたらこれがあって、もうこれでいっかと思って。おい、でいっかって、もうそれ。でもなんかちょっとこれおもろいくないですか。これはフィギュア、これおもろいね。おお、しっかりと。あ、でもパンツがね、これいいですね。普通に折れてる感じがいいね、また、うん、ちょっと。ああ、ああ、ああ、やばい、てつやのスケベ心が。大パイパ、とせさんの大パイパ。そんなまだ。ちょっと上半身だけ。ああ、まあこれは多分見せないので皆さん想像してください。キャストオフされてますね、上半身。ああ、めちゃくちゃリアルだね。これはね、すごいぞ。ちょっと、あの、あれ、見えないように、見えないようにしてきますけど、値段はですね、18,900円。まあまあ、でも、まあ、いいフィギュアだなと。普通に、あの、手作りで作ってるタイプのフィギュアですね。あ、パンティが、パンティ、パンティなくしてるなんて。パンティなくなったらパイパンになっちゃう、やばい。いやー、いいですね。おぉ、年一緒かな。はい、わかりました。もうちゃんと真剣に選んでしまいまして、いいのね、欲しいもの、足りないのあったらいいんじゃないかなって思うのちゃんとあって。まあ、てつやもやっぱ車で音楽を聴くじゃないですか。はいはい。でも、この家でさ、音楽が流れてるの聞いたことないじゃん。確かに。借りたのは、おこちらです、どうぞ。おー、ソニーの Bluetooth のスピーカーですね。あ、普通にいいものだ。普通に試合の形にちょこんと置いてもらって、スマホでポンってやればつなげて、はい、できるんですよ。なるほどね。前にちょっと話したことがあって、スピーカーとかについて、でスピーカーとかどうみたいな話になって、置き方のなんかでっかいいいやつ置きたいけど分からんから困るなみたいな話をしてて、そう、でもでかいやつ買っても多分大切に使えるかどうか分かんないから、まずはこういうね、手軽なものから入ってみて、でよかったらどんどん趣味で広げていくという形でございます。ボケがゼロなんで、そうね、申し訳ない。そんな感じだからね。お値段これはですね、2万2,3です。ああ、高いんだね、結構。
コンパクトのそのスピーカーにしては結構いいの、ね、すごく高いんですよ、ね、こういうのはちょっとさすがに値段高めで安心感ある方がいいですからね、うん、それではラスト柴井さんお願いします。そうですね、哲也の好きなものを近未来系だと思ったんですよ。まあ、そうだね、好き、本当に好きだよ、ね、近未来系というかなんか新しいものというか、うん、なんだこれみたいな、うん、それとなんか哲也の純粋ななんかスケベ心の部分をちょっと同時に攻めたいなと思って、うん、スケベ近未来ですか。で、もっといいのはこちら、ほい、え、ウーマナイザー。何それは。は、ウーマナイザー、近未来の電話でございます。何、スケベさがないぞ今の。分からん分からん。確かにこれを映してね、あのエッチだって消されたら消えれますね、うん、用途を考えてみてください。危険体外だし、やめてくださいよ。伊藤千歳さんをウーマナイザーの実験台にするのは。ちょっと分かりました今。マジですか。ここの先端のシリコン部分っぽいところが一番震えてるんですけど、指を突っ込むと吸われます。これそうなんだよ、ここに震えプラス吸引が発生するんですね。もうこれで吸い込むといったらもうあれしかないです。そこをあの大局部に当ててもらうとあのこれを相手にこうやる感じですか。相手にこうわっ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 、陰謀みたいになって電話を自分で使うことは全くないですけど、あれより気持ちいいんじゃないかなって思う振動が来る。ちなみにお値段は、まあ、2万円で。おお、高いですね。なるほどね。いやー難しいなこれ。本当に選んでほしい。これここ見ると難しいのね、本当に。うん、1個だけしか買えないんだよ。そう、うん、だっていや本当のこと言うと全部普通に買いたいですよ。おお、今ここでみんなに払ってこれを全部くれって言いたいところで、はいはい、まあこれにしよっかな。おお、決めましたか。うーん、決めました。はい、僕が選んだのはこれです。やだおかしくないからね、これは。ピッツァが急いでカバンからこれ出すの関係だわ。くらえちょっと待ってね、ピッツァ。よっしゃ、うーん、ハイテクスケベ当たった。よっしゃ、このライトがね、もう見えなくなるぐらい近いですね。ありがとうございます。はい、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。次回までに俺もこれちゃんとね使って報告できるようにしときますんで、はい、あ、そうですね、時間じゃあ時刻の時には「ですがそういえばあれどうでしたか」っていう、そうね、うん、まあ2、30秒の報告の時間があるから最悪じゃんそれ。